合気道道士上島岸正丸先生にお願いをいたします。演舞会もいよいよ最後になってまいりました。今回さすがに25回の節目にふさわしい充実した演舞が約演舞者3000人の皆さんの熱意によりまして展開されましたこと、誠に感謝に堪えません。非常に私ども嬉しく存じ上げております。さて最後に私も若干の説明を申し上げながら締めくくりの演舞をさせていただきたいと思います。合気道は最近非常に社会的に大きな期待を持たれていると一番最初申し上げたのでありますが、合気道の動きというものが現実に非常に丸く悪い動きで徹しておりまして、皆さん方ご覧になられたら分かるように小さいお子さんもあるいはお年寄りの方々も全てが悪い無理のない動きで、稽古しておられます。そうした一つの動きというものがやはり社会的に一つの人間の動きの中に現れてくればお互いに争いもなくなりますし、それが大きくなれば一つの世界の平和にもつながると、まあこういう点が会室も非常に期待して共に稽古を先達として稽古をしていこうと指示されておられたのではないかと思います。まあそういう意味で合気道の動きというものを一つお考えいただきながら最後の締めくくりを一つ見ていただきたいとかように思います。いうところに
合気道の本来の良さがありまして、伝統の日本の武道の厳しい一つの鍛錬法がそこに生きてくるわけでございます。入り身だとか先ほども剣とか杖でいろいろやっておられましたが、すべて入り身で入り、当て身を制、相手を制しながら柔らかい一つの動きにまとめていくというところに相手の動きがあります。そうした厳しさが絶え中心に働いておりまして、初めて社会的にも生活の中にも生かしていけるということであると私は思うのでございます。そういう意味で一つ合気道の動きというものをもう一度ここで考えてみていただきたいと思います。例えば一つの入り身といいますか、厳しさという面で遅くやったり早くやったり緩急自在に流れに即応してやっていくところに合気道の妙味がありますし、こうした動きを生かしていく、心に生かしていくというところにまた合気道が最近ですね、あちらこちらでいわゆる地域の世界に密着していけるゆえもあるのではないかと思います。さてこうした合気道の動き、最初からこうした柔らかい動きができるかといいますと、なかなかそうはいきません。ですから最初は年配の方でもどなたでもやれるというような一つの動きから始まるわけでございます。そうした一つの順序段階を一つ経てですね、そしてこうした動きにつながるということも皆さん方考えていただきたいと思います。
最初から高いところに飛び上がろうとしてる。これは合気道の原理に反する、不自然な形になります。ですから自然に積み上げていくというところに合気道の鍛錬の良さがあるのかと思います。いろいろな主張の段階もありますけれども、また鍛錬法としては座り技とか半身の意識、こうした動きもあるわけでございます。基礎の技なんですね。こうした動きを積み重ねてですね、そして心と体とか一つに統一され、また自然の流れと統一されると、いわゆる俗に言う心身統一といいますか、何かそうした一つの高い境地をつかむべく一日積み重ねていくということ、これが合気道の現在の鍛錬法でございます。また最近はやたらと気ということを強調している向きがございます。今日は司会の方も気ということを若干触れておられましたけれど、気は結構でございますが、鍛錬の積み重ねから出たところの気はよろしいんですが、気だけが一人歩きしてしまうということになると、また非常に危険でございます。合気道はやはり先ほども言いましたように、初歩の段階からしっかりと積み重ねて、それで全身全霊の人間の大事な気が自然とそこから湧き出て働いていくというようにつながりたいものでございます。まあそういう意味でですね、合気道の一つの動きというものをお考えになっていただきたいと思います。いわゆる基本技から立ち技、今度は条件、そして他人数がけというふうに、いろいろな稽古の方法があるわけでございます。
本日は誠にどうもありがとうございます。